10月8日、大阪市生野区でだんじりの試験引き中に、ガードレールに衝突する事故がありました。だんじりの指揮をしていた50代男性がだんじりとガードレールに挟まれ、強引に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、8日午後6時10分ごろ、大阪市生野区桃谷2丁目の路上で試験引きが行われていただんじりが T 字路を左折しようとした際に曲がりきれずガードレールに衝突したということです。この事故で、試験引きの指揮を取っていた52歳の男性がだんじりとガードレールに挟まれ、強引に搬送されました。男性は内臓の損傷や骨盤を骨折するなどして、9日午前に出血性ショックで死亡が確認されました。直後に現場を撮影された映像には、音色が響き渡る中、関係者らが慌ただしく対応する様子が映っていました。現場は直前まで雨が降っていた影響で地面が滑りやすくなっていてブレーキが効きにくくなっていたとみられ、警察は安全管理に問題がなかったかなど当時の状況を詳しく調べています。ネットの声、お祭り騒ぎ状態で汽車引くのは当人たちの勝手ですが、毎年踏切破損で電車延着、道路通行止めのため人も車もごった返し、やるならすべての安全面を考慮してほしい。毎年怪我、死亡事故があるのになぜ改善されないのか、地域住民ですが疑問に思う。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。